本日のゲストは埼玉県在住で派遣社員をしながらナチュラルライフコーチとしてご活動されている岡田千恵さんです。千恵さんは法政大学卒業後 IT 企業に就職しシステム開発をされていました。その後心理カウンセラーの資格を取り、カウンセラーとしてご活動されていました。現在はカウンセリングとコーチングの資格を活かしナチュラルライフコーチとしてご活動されています。千恵さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。私、チエさん結構長い間知ってるんですけど、IT 企業でシステム開発されてたって、うま、なんか、初めて聞きました。そうですね、誰にも言っていないことですね、これは。そう いえば言ってびっなかっくた。り。イメージと全然違います。そうなんですよ、違うんですよ、私。違うところに行っちゃったんです、そこで。理系のシステム開発だったんですか？そう、文そう系です。でなんか、理系？私ね、ゴリゴリの文系人間だったんですけど、この瞬間だけはなぜか、そっちに行っちゃったんです。なんか本当にみんなも大学時代の友人も何が起きたのっていうぐらいにびっくりしてて、え、なんでそこなのみたいな感じで、私もなんか、なんで私もここへ行ったんだろうみたいな感じで、本人もよく分かってないけど行ったっていう感じだったんです。なんか SE みたいな仕事だったんですか？ SE でしたね。もう SE なんかの。SE って漏れなく体とか心を壊すっていう 結構なんか 噂の職業ですけど 大丈噂夫のだった職んですか？業。いや、見事に、それで、私って、その時やっぱ自分とつながってなかったっていうか、でもなんか、本当にパッとそこに行ったら採用されちゃったんで、まあいいか、みたいな感じで入ったら、まあ、どんどん自分が壊れていって、もう分かんなくて、システムのことも分かんないし、もともと文系だったし、なんですけど、究極に違う自分と真逆のところに行ったから、その年初めて自分とようやく向き合って、私が人生でやりたいことってなんだってなった時に、一冊の本に出会ったのが、カウンセリング養成学院っていうところがあるんですけど、そこの創始者の書かれた本に出会って、あ、私カウンセラーになりたいっていうふうに出会ったんで、まあ、究極違うところに行ったのは、このカウンセラーになりたいっていうことに気づかせてくれるための出会いだったのかなって今なって思うのと、すごい。そう。あと旦那にも出会ったんですよ。その業界で。そだっうてなんですね。あ、なんだ。じゃあ、なんかすごい人生で大事なものに そこで出会ったって感じなんその年出会ったら転職と、その自分の伴侶に会う人に出会うための、なんか、おお、なるできほど。うまいことできてますてます。本当におかげさまで。ええー、あら、あ、すいません。順序が逆になっちゃったんですけど、自己紹ああ、あ、介してもらっていいないでですね。いや、あまりにも多分 IT っていうのにびっくりされたと思うんで。そうですね。あ、はい。私はそう、ナチュラルライフコーチとしてですね、活動させていただいております。さっき触れたんですけど、もともとカウンセラーの方をやっていたんですけれども、それをベースとしてですね、今はその人らしく生きるために、サポートしていくために、無理しないで生きていく人を支援していく、ナチュラルライフを応援していくコーチとして活動しています。はい、ありがとうございます。そしたら、まあ、自分と向き合うっていうきっかけになった最初の仕事。ちなみに、その大学の時は心理学とかは勉強してなかったんですか？全く法学部でした。法学部なの？ またそれも全然イメージ違私だ、それも自分のことだ、何も話してないんですよね。それも仲間にも言う。そうそう、私も全然知らない。カウンセラー、最初、私なんだ、あれ、コーチングスクールに来られたのが最初ですか？そうです、そうです。なんで、さ、コーチングスクールですよね。なんか最初、もう来られた時からすでにカウンセラーをされていたので、ずっと心理方面なのかなって勝手に思ってました。多分みんなもそうだ。そうなんですよ。法学部に入ったのはなんか、あ、そっか、それ、法政大学なんだ。じゃあ、その法学部に入ったのはなんかあるんですか？きっか何けにみもたないくて、そう、な。だから結局私の人生ってすごい、まあ、生い立ちがすごい、もう父親がバイオレンスな方でね、典型的なアルコールとギャンブルが大好きな方なんですけども、
で、まあ、虐げられる母っていう図の中で育ってきて、で、母はすごくこう、虐げられてたから、娘には教育が必要だってことで、大学で、しかも法学部に行きなさいっていう、もう、そこ一択だったんですよ。で、私は文学部に行きたかったんですね。で、芸術学部とかに行きたかったのに、なんでか知らないけど、法学部一択だけだったっていう理由でそこに行きました。そう、そうなんですよ。弁護士とか、そっちの方に行きなさいみたいな感じだったんですか？そうだったんですよね。結局、弁護士じゃなくても、女性が就職するときに文学部とかっていうよりかは法学部の方が箔がつくからっていう理由と、食いっぱぐれがないからっていうのと、あと、文学よりは、とにかく社会に精通する法律の方がいいからっていう、すごい母親の思い込みで、ましたね。まあ、じゃあ、なんか男性とかに頼らなくても自立して生きていけるように、強く生きていけるようにみたいな感じだったんですかね。まあそうですね。まあ、母も多分そうなってほしいと思ったとは思うんですけど、結局でもゴールが大学に入るってところまでで、母のビジョンってもう、とにかく大学行けさえ行け、それでよしみたいなところがあって、私もそこがゴールになっちゃってたんで、その後の未来っていうのは全然もう親の言いなりになってたし、もう父親とも母親ともそういう将来の話とかしたこともなかったし、自分も将来を描くなんてこともできなかったので、そっからもうなんか自己崩壊みたいな感じで自分がわからなくなるっていう感じになってったんですよね。なんでなんか IT もなんか本当になんでそっち行っちゃったんだろうっていうのみんなわかんないけど、自分が一番わかってなかったみたいな感じで。ああ、でもなんかまあ、ちょっと SE 流行ってた時代がありましたよね。流行ってた時代でした。まさに、そう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 。その時代、その時代。そうそうそう。あ、そうなんですね。じそうゃあなんそです。こで、もうちょっと違うかも。で、カウンセリングに行き着いたのはなんかあったんですか？そうですね。やっぱり、本当に SE 業って、しかも、今は働き方改革のおかげで残業っていうのは業界的にさせないって流れでクリーンになってるんですけど、私が入った時ってもう深夜残業当たり前の世界で、もう新卒から終電帰りみたいなのがしょっちゅうあって、もうボロボロになって、でもこのまま私やり、この一生を終えていくのかなって、こう、ふらふらってこう、心が疲れ切った時に、なんかたまたま古本屋さんに入った時に、虐待っていう本があって、なんだろう、この怖いタイトルと思ってみたら、実際、そのカウンセラー学校を作った人の生い立ちの中に、ワンポイントレッスンみたいな感じで、カウンセリングのその心理療法に使う、その理論とか技法みたいなのがバーっての乗りながら解説付きであったのを見て、あ、こういう仕事があるんだ。カウンセリングっていう仕事があるんだっていうのを見て、で、かつ自分もなかなか生い立ちがハードだったんで、すごい似ていて、で、やっぱりそのコミュニケーションとか、明らかにこう学生時代とは違ったこう生きる人間力が結局試されるんですよね。社会人になると。コミュニケーションだったり、その脳の使い方だったり、あり方っていうのは、そこが全然私はできてなかったんで、なんかそういった生きづらさっていうのがなんで私にあるんだろうっていうのを知りたかったのがあって、まあ自分ができそうな仕事と、その自分が育ってきた生い立ちっていうのを解明するっていうのを込めて、あ、カウンセリング、心理学の方に行きたいっていうのがあって、そこからこう傾倒していった感じです。じゃあその本を読んで、それからどうしたんですか？あ、もうその学校にすぐ入りました。おお、早いですね。決あ、断がそう早そかったう。んです。そうなんですよね。あ、でも1年ちょっと寝かせたっていうか、お金を貯める時間もあったんですけど、もう体験入学とか済ませて、もう絶対入るって言って、その学校に2、3年お世話になったのかな。昼間は SE 辞めて事務派遣に切り替えて働いて、で、夜夜学の講座を受けてっていう感じで、こう3年近く通って資格を取得したって感じです。じゃあ実際カウンセラーになどんな感じなんですか？カウンセラーになったら自分でとかどっかに所属してとかそういう感じなんですか？ああ、当時はですね、今ほど SNS も発達してないし、もう本当に自分で開拓していくしかないっていうか、もう草の根運動みたいな感じで、だからこう、
起業の仕方も分かんなかったんで、とりあえず近くの人をこうケアするみたいな感じで、友人であったりとか知人の話を聞いたりっていうのだけはこう細々とつなげて、で、そこからなんか紹介があったら、まあ、やるみたいな感じで、派手な活動はちょっとしてなかったですけど、まあ、そこら辺をこうやってたら、まあ、結婚と妊娠出産っていうステージにこうまた変わっていったって感じですけど。なるほど、なるほど。じゃあ、派遣もしながら、で、お子さんもできて、みたいな感じで続けていった、みたいな感じですか？そうですね。でも、一時ちょっと自分の中で、20代の終わりから30代の初めぐらいは、カウンセラーをやっててもすっきりしないっていうか、なんかクライアントさんっていうか、もう話を聞いて、なんとなくこう、回復する支援をしていく中で、なんかもうちょっと自分もクライアントさんも次のステージっていうところに行きたいなっていうのを思い始めてて、ちょっとカウンセリングの限界っていうのをちょっとずつ感じ始めて、少し足踏みしてもやもやっとはし始めてましたね、そのぐらいで。じゃあそのカウンセリングをしていて、なんか確かコーチングスクールに、そもそもなんでコーチングに興味を持ったんですか？そうなんですよ。そこなんですけど、で、そのモヤモヤを抱えていたのは何だったんだろうと思ったのは、心ってそのマイナスからゼロまで行った後って、人ってなんかこう、心の負荷が取れるから、エネルギーがちょっとつくわけですよ、心に。そうするとなんかやってみたいな、なんか人生変えてみたいなって、自分のこう、今までは自分の内側の負荷との戦いだったのが、それがなくなったら、今度自分を生かしていきたいっていうふうに結構切り替わる方が多くて、その目標達成とかゴール達成とかのそっちのエネルギーっていうか、なんかこう人生を変えていきたいぞって、なんか何かできるんじゃないか自分はってやる。そういうステージのクライアントさんたちとのこう向き合い方を知りたいっていうのが、だんだん自分の中で湧き起こってきて、これって何だろうなと思った時に、開発的カウンセリングっていうのもありますけども、まあコーチングの領域だなっていうのに気づいて、ゆりさんのポッドキャストにも出会ってたんで、あ、これはもうゆりさんのところでコーチングを教わりたいと思って、それで門を叩いたって感じですね。じゃあ実際に、まあなんか私のコーチングスクールって結構なんか普通にコーチングスクールがタッチしないところまで行くと思うんですけど、まあなんかその2つの違いみたいな、でもやっぱりコーチングはコーチングなので、学んでみてご自身の中でどういうふうに位置づけされてるんですか？なんだろうな、すごくセラピスト、カウンセラーっていう領域とコーチングって確かに違うは違うんですけど、一対人支援者として見たときに、なんだろうな、マイナスの時に戻らない人っていないと思うんですよね、やっぱ人生って生きてると。で、何かを目標を目指してても、回復したと思っていても、やっぱり何かこう大きなとらわれとか思い込みっていうのが足かせとなっていて、なかなか、その、心理的な、なんつうのかな、こう、鬱的なものとかじゃなかったにしても、何かこう、前に進めないっていう時の、すごくその、ケアの仕方っていうのも学べたし、で、シフトチェンジする脳の使い方によって、本当に人って大きくこう、変容ができるっていうのも分かったっていう意味では、すごくこう、対人支援者の深みっていうのがあって、同じ一人の人間をセッションするにしても、見えてる領域が本当にガーって視界がガーって広くなったような気がします。あ、そうなんですね。ナチュラルライフコーチっていうタイトルなんですけど、これはなんかどういう意味があるんですか？すごく、形式ばったコーチですみたいな、本当に、いわゆるコーチングっていう領域でもないですし、私は、なんだろう、ゴリゴリのその、企業でやってるようなコーチングでもないし、ただその自分自身の生き方、あり方っていうのを変わると、すごくこう、世界っていうのが大きく変容するっていうのを自分で体感したので、自然に本当に息するように生きていくっていうか、無理のない呼吸で生きていくっていう自然体の自分を本当にあなたは生きていくことができるよっていうのを、自然な人生っていうかね、そう、そんな人生を支援したいなと思って、ナチュラルライフっていうのを、
構念頭に置いてる感じうですね。うん。ん。え、じゃあ、カウンセリングとコーチング勉強して、ご自身の人生はどんな風に変化したとかありますか？なんだろうな、ブレイクスルーだらけだったんですけど、コーチングのスクールに入ってからは、本当になんだろうな、カウンセリングってこう、大きく捉えるとその認知の歪みっていうか、今まで生きてきた中での考え方が偏ってたりとか、思考の変容を促すことによって、気づきを促すことによって、あ、自分の考え方ってこうだったんだなとか、そういった部分の修正っていうか、心を整えていくっていう部分のお手伝いっていうか、自分もそれをしてきて、で、さらにコーチングによって、すごく自分の存在をすごく強く肯定できる力っていうのが増したなっていうのはあって、コーチングのスクールの友人と対話している時も、自分だったらどう考えるかなとか、すごく一つ一つリフレーミングする力もついたりとか、人生を肯定的に見る力っていうのは格段に増したんですよね。っていうのもやっぱりコーチングスクールです。自分っていうオーナーシップで生きるっていうことをすごく学ばせていただいたので、やっぱり自分の人生の主人公は自分なんだよっていうことをちゃんと自分が認識して生きると、心のケアももちろん大事なんだけれども、主体的に生きることによってより強固な自分を作っていけるような、何があっても本当に何度倒れることは大でもあると思うんですよ。くじけることも。でも立ち上がる力は格段にもうついたよねっていう。そういう感じになりましたね。なんか、私はコーチングを学ぶまですごい主体的に生きているつもりだったんだけど、なんかその主体の意味が違ったな。ああ、そうですね。ああ、そうなんだ。なるほどね。全部こう自分が責任を取るみたいな、なんか自分の反応とかね、思考とかに対して責任は自分が取れるから、そこで選択肢が増えるから主体的に生きれるみたいな意味なんですけど、なんか前はそういう主体的に生きているようでいて人にすごい流されてたみたいなのがあります。そうですよね。私、すごい今でも覚えてるのが、ゆりさんが私たちに教えてくれた、喜びから人生を生きるっていう本を紹介してくださったと思うんですけど、アニータ・ムアジャーニさん、臨床の、なんか、臨死体験を教えてくれたことって、あの本読んだときに、初めて、あ、自分の人生の主導権を握って、自分っていう人間性を大事にして生きるって、こういうことだったんだっていうか。そう。この人はね、死にかけてやっと分かったっていうところで、別に死にかけなくてもいいんだけど、そう、死にかける前に分かりたいよね、ですよね。これ読んだ時の衝撃、私あれで本当に人生がなんか、雷にドーンって打たれたようになって、ああ、そうなんですね。そうおお、なすんですごよ。本当にすごいブレイクスルーが来ましたよね。で、すごい、い。ええ、ゆそりうなんですね。さん、そうなんですよ。なんで、すごく自分の人生を自分のオーナーシップとして自分に力を与えて生きていくっていうところもそうだし、私がすごい好きなのは、ゆりさんって上下関係をすごい作らないっていうのがすごい好きで、私やっぱり上下関係、いろんな企業関係の人で上下関係とかすごい辛かった時もあったんですけど、その横並びでいてくださる姿勢っていうのが私は好きで、そこをまたコーチングスクールとかで学べたっていうか、人間関係をすごく上下で見るんじゃなくて、横の関係で対等で、役職があるとかないとか、それはまあ一応置いといてですけども、対等な関係性っていうのはすごくこのゆりさんということでも学べたし、私のコーチングとかカウンセリングをやるときにすごい根底にあるんですけど、こう、有名な方の名言で、決して上ではなく、決して下でもなく、常にあなたの横にいますっていう名言があるんですけど、やっぱその横にいるっていう関係性によって、安心感っていうのはすごい自分の中で作れるようになったのも大きくて、それで、その人間関係っていうのをすごく恐れなくなったっていうのも大きかったです。いや、それ本当そうですよね。なんかね、福沢諭吉も言ってるじゃないですか。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず。なんかね、誰かをね、自分の中で誰かを上に見ちゃうと、そこで止まっちゃうんですよね。なんか結局そこでまた自分主体じゃなくなっちゃうんですよね。
そう。いいなと思って、その上でもない下でもない関係性をゆりさんはきちんと貫いてくれて、先生じゃないから、みたいな、先生なんですけど、恩師なんですけど、すごくこう、先生とは呼ばせないっていうか、呼ばなくていいっていう、その空気感が。呼ばれると困る。でも、大事ですよね。なんかその安心できる環境はやっぱ変わってしまうとね。そうそう。みんな学べないっていうか、ざわざわした心になっちゃうから。ゆりさんのスクールのあり方が、すごいそのまんま、私のあり方にもやっぱりきちんと根ざされたなっていうのがありますそね。うなんですね。まあなんか心を扱う仕事ってすごいやっぱ嫌味もすごい出てくるから、なんかそこが結構、なんだ、いつも見るっていうのがすごい大事ですよね。そうじゃないとやっぱ他人をコントロールするとかになっちゃうじゃないですか。なんかカウンセラーとかコーチとかやってる人で結構普通に洗脳とかできるじゃないですか。できる。やろうと思ったら いいっまあすそよ。れを ちゃんと宇宙が調和が取れるような形で使っていくその能力を、結構なんかすごい大事だなと思って人として。それをするためにやっぱなんか自分に優しいだけじゃなくて自分に厳しいところもないといけないですよそれはそうなのよ。そうそうなんね。です。本当にそうそう。しっかりと自分の思考を見てやれるっていうか、今どんなこと考えて、どんな考えで動いたんだろうかっていうところ、やっぱり振り返りが大事っていうのをすごい、ゆりさんのスクールで学びましたけど、やっぱ常に自分がなんかあった時にどういう考えであったかなっていうのを立ち返る習慣がつくっていうのは、すごく大事だなっていうのは、やっぱ常に感じます。そうですね。本当そうですよね。あ、面白いですよね、この仕事。面白い、面白い。そうなんです。だから終わりがないのが素晴らしいなって思ってて。そうそう、前ちょっと話しましたけど、本当道場みたいな、なんか鍛え上げてエビみたいな、なんか、すごい、面なんかで白い。も終わらない探求もそうだけど、なんか自分をいくらでも成長できるか、深いところに行こうと思ったらいくらでも深くいけるみたいな感じですよね。面白いですよね。いける。絶対いけますね。あとなんか、やっぱ誰でもできるとは思うんですけど、スキルなんで、やっぱ深いから、なんかそのレベルを上げるのにキリがないっていうか、なんかそういう意味ではなんか結構オタク系の人に向いてるような気が。私も自分そんなオタクじゃないと思ってたんですけど、エリさんが認定を取るためにこうグループ用意してくださったポト3のメンバーと話してると、あれそこそこ私も結構オタクだなって。すごい探求話。心が、探求心があって、なかなか、そう。やっぱオタクに向いてますね、本当に。ずーっと勉強し続探け求らできれる人、そうそうですね、そうですね。いくらやってもなんかね、終わりがないような。でも、あ、そうそう、ポットがね、また、認定のスタディーグループみたいな、少人数のグループなんですけど、チェイさんとこすごいんですよね。盛り上がりがすごいです。そう。本当にその毎日チャットして、毎日気づきのアウトプットが続いてるって感じすごいですよね。で、勉強が終わった後も、ずっと仲良くされてて、なんかこの間日本に行った時に、ポットでコーヒーのマグカップ作りましたって言って、いただいたんですけど、もうかわいい。みんなの名前が載ってるから そういうのも作っちゃうっていうのは、なんかいいですよね。なかなか大人になってからそういうノリの仲間みたいなのって、なかなかできないじゃないですか。いやー、すごいですね。本当私も、これは、アキさんっていう方が率先して作ってくださったんですけど、まあ、それがすごいなと思って、そう。でも、それがあるから、なんか、遊び心もすごい大事にされてるし、で、そうそう、私が最近すごく原点回帰したのことが感じられたのが、私ずっと自分がアダルトチルドレンで親から虐げられてきたら苦しくて、そのアダルトチルドレンっていうアイデンティティがもう嫌で、ちょっと私はちょっともうそこは卒業したからって思ってたんですけど、でも一周してこう自分を見てみたときに、いや、アダルトチルドレンっていうアイデンティティっていうか、なんか、まあアダルトチルドレンにつながってるのはインナーチャイルドなんですけど、やっぱインナーチャイルドってみんな持ってるし、みんな感じてるし、で、インナーチャイルドって元気になったらワンダーチャイルドになるんですけど、そのやっぱり元々生まれ持ったワンダーチャイルドをいかに持ったこう大人を私は
は、こう、皆さんをワンダーチャイルにできるお手伝いができるかなっていうのは、今やっとこう、自分の使命感みたいなのに気づき始めて、なんかそのポットのメンバーがどんどんこう、ワンダーなところを見せてくれるようになってきたとき、いいですね、あ、いいですこね。れ、これいいなと思って。そうそうそう。これが世界中にワンダーチャイルになっていけば、めちゃめちゃ面白い世界になるなと思っおて。お、そうですね。うん。そうそう。それ本当、なんか本当にそう思います、私も。まあ、そういう人間、子供との関係もすごい良くなったし、私自身。あと人間関係もすごい良くなると思うんですけど、なんかそれが、こう、一旦、やっぱ成熟した人のワンダーチャイルドと、そうそうまだそう。成熟しきってない傷ついてるインナーチャイルドってすっごい違いますよね。全然違いますね、そこは。うん。傷ついたそうまですよまね。の状態の時は、本当にそこをちゃんと根気強く育て直すっていうかね、自分の中の大人のインナーアダルトが、インナーチャイルドをどれだけしっかりと寄り添っていくかっていう、その工程もすごい大事だし、足りなかった、その発達の部分でのサポートっていうのは絶対してあげた方がよくて、でもそこで一巡して、こう、本当に成熟した人間のワンダーチャイルドっていうのは、やっぱり、なんだろうな、宇宙とつながりやすくなってるってわけじゃないけど、そうそう、本当に本質に沿ったワンダーさっていうのは多分持ってると思います。本当に。それで、なんかやっぱそこが私、対人支援してる人ってめっちゃ必要だと思うんですよね。なんか、コーチングとか、まあカウンセリングでも何でもいいんですけど、勉強したけど、なんかいろいろ投稿とかしてるけどお客さん来ない人とかいるじゃないですか。で、そしたらその時になんか矛先が自分に向いちゃったりとか、あとは潜在意識の中で、お客さん欲しいんだけど来たら困る。まだできないからみたいなんとか、なんか怖いとか、なんかそういうのがあると思うんですけど、それってやっぱり、まだなんかそこが成熟しきってないっていう、なんかその、嫌われたらどうしようとか、批判されたらどうしようとか、あとなんか、こんなこと言ってなんか思われたら、全部なんか子供みたいなところじゃないですか。だからそこは結構見ていくってすごい、対人支援するときもすごい大事だなって思うし、あとなんかすごい引き寄せとかにも関係してますよね、すごい。めちゃめちゃ引き寄せるようになりました。だから、不思議ですけど、本当にそれは思いますね。絶対関係してくるし、なんだろうな、思ったことがすぐに現実に目の前に現れるっていう感覚って結構頻発するようになりましたよね、やっぱり。いいですね。いいですよね。なんかそういう人って、私も経験あるんですけど、なんか、いきなりすごい人とかがいきなりなんか来て応援してくれたりとか、なんかよくわかんない、それまでだったら絶対に相手にしてもらえなかった引き寄せの相手みたいなところが来たりとかしません？いや、まさに本当にタイミングが合うとかありますね。なんか全然、なんだろう、私も働いてるところの部署で、いきなりこう応援されたりとか、新しい仕事任されたりとかありましたし、そういう経験って今までの自分だったらなかったんですけど、突然、え、いいんですそうですか？よみたいな。あね。りますそう、だね。からね、それがあり方が変わるっていうことですよね。それなんかね、それが本当に、自分で経験してたら、それが人に対してどういうふうにやったらコーチングできるかっていう、その技術と自分のあり方とか相まってすごい。だから、さっきおっしゃったみたいに、こう、人がバーって、いろんな、すごい幅広く見れるようになったっていうのはそういうことなのかもしれないですね。見えるようになったし、なんかすごく悩んでることと、でも自分の人生もそうですけど、悩んでることとか苦しんでることって結局すべて、今自分に置かれてる絶対的に学ばなきゃいけない。この人生において、この地球に生まれ落ちて学ばなきゃいけない課題が目の前にあって、それが今あなたの人生の学ぶべきステージなんだよっていうことが、そう、落とし込んで、じゃあここから何をあなたは得ていくのか、で、どういう B をこう自分成し遂げていきたいのかっていうところにすごくこう、近づいていく。ために起きてることだからっていうことが分かっていれば、クライアントさんがと苦しんでるステージでも、なんかこう、絶対信じて応援できるっていうか、多いっすね。
え、なんか、ちょっとなんか最初に会った時も別人と話してるみたいな。あ、結そ構う感そう。慨深い。感慨深い。そなんうかなん最で初す。の時めっちゃ切羽詰まってましたよね。そうなんですよ、私、本当に。私、もう、切羽詰まってたし、私、ゆりさん、結構笑っちゃうんですけど、感謝恐怖症になってて。そうそうそう。なんか、本当あ、そうです私、よね。言ってましたね。ありがとう、1000回言い続ければ人生が変わると思い込んでたんだけど、全然変わらないって、その帰りですよね。自分の心が全然、こう、そのありがとうの波動にな、なってないのに、そうそうそう、ありがとうとか言う。泣きながらもう無理って感じで、ゆりさんのところに駆け込んだら、そう、ゆりさんのあの素晴らしいセッションで、はい、ブロックを解除してくれて、あの瞬間からありがとうを言っても怖くなくなったっていう、本当不思議なことが起きたんですけど、そう、2年前の私は、本当に切羽詰まってたし、なんかもう人も信じられなくなってて人間不信にもなってたし、なんかこう、対人支援者としてのあり方も全然失ってたっていうか、何を目指していけばいいんだろうっていうのは。ただ、幸いなことにクライアントさんがいたので、そのクライアントさんの支援の幅をとにかく広げるためには、コーチングのスキルなんかは絶対に学ばなきゃいけないっていう状態があったので、すごく良かったんですけど、結果私が一番こう、スクールで自分を癒せたとか、変えることができたっていう不思議な力でしたね。すごいいいですね。そして今では人間不信だったのが素敵な仲間ができいや、そうそうそう。おかげて。さまで。そうそうそう。リラックスしたかも、なんか、こう、安定感がすごいですよね、チェさん。そうですね。あ、そうそうだ。安心安全ってどういうことかっていう、よくこれ誰しも経験あるかと思うんですけど、自己啓発とかやっぱり心理学とかコーチングとか学んでると、知識の言葉だけが上滑りしちゃうみたいなね。でも安心安全ってこういうことなんだっていうのを全部この2年で全部体現できたので、なんかすごどんなことがあっても自分の中で安心を作り出せるんだっていうのはもう、揺るぎなんかできたなっていうのはすごいありました。い。いいですね。いや、素晴らしい。ありがとうございます。そしたら、なんかブレイクスルーって、いっぱいあったっておっしゃってたんですけど、特になんかありますか？ブレイクスルーは、まあ、さっきちょっとするって言ったんですけど、そう、やっぱ仲間ができて、アニータさんの本を読んだ時は、やっぱ、すごくこう、大きなブレイクスルーでしたよね。自分自身っていうものは何だったんだろうってことを気づかせてくれたっていうか、ずっと上下関係で生きていかねばいけないんだって、誰か強いパワーを持った人の元で何かを得なければいけないんだっていう思い込みがすごい強かったんですよ。なぜなら自分は能力もないし、頭も良くないしっていうところをすごい思ってたんだけど、いや、そんなことはないんだっていうことに気づいて、自分の内側が世界を作っていけるんだよっていうのに気づいた時の衝撃っていうのはすごい大きかったですよね。私の内側すべては私の思考っていうか心なんだっていうのに気づいた時はすごかったですね、なんか。意識のパワーに気づいてしまったわけですね。そう、気づいてしまったみたいな。そうそう。もうそこそのう。扉を開けたらもう戻れないみたいな、戻れパラない。レルワールドに移行しましこたってれ、感じなんかでも本当になんか分かった時の衝撃ってすごくないですか？あ、自分なんだみたいな、なんかこう、ずっなんかと。こう、ビビビビビってなんか本当に、あれ？これってそういうこと言ってたのかみたいな。ああ、わかったみたいそう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 。なんか認識は投影なんですよ。確かに認識は投影なんだけど、その認識ってすごいみたいな、なんか。そしたら、そう。そしたらなんかもう、自分のもの、なんだろう、自分が目にするもの、聞くものとか、全部すごいこう気をつけるようになるっていうか、良質な言葉とか、良質なものに触れるとか、なんかその意味が分かったみたいな感じで。わかるわ。ね、私なんか、今アメリカ選挙シーズンなんですけど、だから YouTube とかで選挙のあ、選挙 CM とね、か流れ今てくるめっちの、ゃやってますよ。もうなんか、私もう見た瞬間、この、
そうそう。入れないようにしてる入れないようにしてる。そうそうね。そうそう。わかりますよ。でね、人間ってすっごい面白いんですけど、1秒前にちょっとチラッと、ただチラッと見たことでも簡単に入ってるんですよね。本当に。だあ、から、潜在意識がね、もう全部受け取っちゃいますからね。それを自分でも分かって、変な喋り方をしてる人をチラッと見ただけでも、なんか自分もそんな喋り方をちょこっとした瞬間があったら、あ、こんなにも簡単に入っちゃうんだ、みたいな感じで。だからやっぱり大事だなって、その自分をしっかりとそう見てあげるっていうか、今何を見たんだろう、今何を感じたんだろうっていうのは、そこに気づいてしまった。ね、パカーンってす感じごでいです。すね。あ、それはすごいブレイクスルーですね。なんか、うん。うん。ブレイクスルーの基盤みたいな感じですよね。そうですね。そこから本当に、自分に忙しくなってきたら、割と人はどう言うとかあんま気にならなくなったっていうか、まあ、どうでもよくなっちゃう。そう、忙しいですよね。自分のことでこう、やってる。人がどうとか言ってるのを気にしてる場合じゃないみたいな感じで、だ自分のお世話に忙しくなったら、でもちろん気になる時もあるんですけど、でも気になるとき、だいたいホルモンバランスが崩れてる時とかね、睡眠不足だな、みたいな感じとかもね。そういうふうに自分をちゃんと自己管理がすごいできるようになったっていうのはやっぱ大きいですよね。そういったことから。いいですね。じゃあ、これからどんな世界を作って、どんな役割を果たしたいっていうのがありますか？これね、すごい、ホット3の皆さんのおかげでもあり、まあ、仲間のおかげでもあり、ゆりさんのおかげでもあり、すごい気づけたんですけど、私、やっぱりこう、人って本当に無意識に人から受け取ってたりとか、親から受け取ったものって、癒してもやっぱりこう、気づいたらインストールしっぱなしっていうもの、結構膨大な量であるんですよね。で、そういった連鎖を断ち切って、例えばこう、罪悪感一つにとっても、実はそれもインナーチャイルドとかアダルトチルドと一緒で連鎖してるらしいんですよ。罪悪感とかもね。で、自分がすごく親に対して、あ、こういうことしたら悪いな、みたいなの罪悪感って、その親もそういうふうに親に対して思ってた。だからやっぱりそういった負の感情とか思考っていうものを本当に自分の代でっていうか、今この自分が断ち切って、次の世代にこう送り出せるものが光であったりとか、希望であったりとか、喜びであるっていうものを、そういう連鎖をしていく人っていうのをすごい増やしていきたいっていうか、そこでまあ私ができることって何だろうって思った時に、やっぱインナーチャイルド、もうアダルトチルドレンとインナーチャイルドって切っても切り離せないんですけど、やっぱりその親から生まれて私がずっと長年のもので向き合った強みっていうか、インナーチャイルドだなとか、あとはやっぱり心のことだなと思った時に、なんかそういった連鎖を光に変えていく、そういうお役目っていうか、そういった世界をね、作っていきたいなって。うん、次の世いい代にな。ですね。ないでいきたいですああ、素晴らね。しい。おお、ありがとうございます。そしたら、今、もやもやしてるリスナーさんに何かアドバイスがあったら教えてください。まあ、私はセラピーとカウンセラーも長かったんですけど、やっぱり、もやもやってしてるってことは、やっぱり、自分に対してすごい厳しかったりとか、世間に対して厳しい目っていうのが、やっぱ投影があるのかなって思うんで、まず自分を許してあげてほしいなってすごい思うんですよね。で、本当に何よりも大事なのはまず自分なんだよっていうことですよね。だから自分を大好きになっていくっていうことを本当にしていってほしいし、本当に同時にそのいろんな役割があると思うんですよ。上司だったり、その親であったりとか、そういったものっていうのは本当に着ぐるみをちょっと脱ぐようにかぼって脱いで、その着ぐるみ剥いでこう、ああ、もうすっきりしたみたいな感じで、そういった素の自分っていうのを本当に見つめてあげて、自分を癒す時間とか自分を大事にするっていうことをまずしてほしいなって思うんですよね。そういった意味でなんかその自分ってすごい尊い存在なんだよっていうのを気づいていって、安心っていうものをちょっとでも増やしていって、そういった上で自分を開発していくっていうステージに行くのに全然遅すぎることはないので、まずもやもやしてたら、
そのモヤモヤしてる自分を許していくっていうか、そこと戦わないで受け入れていくっていう感じの自分をまず作ってあげるといいですよっていう感じです。いいですね、いいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、おすすめの本は、もしかしおすて。すめの本。おすすめの本ね、選びきれなくて、これ一冊ですか？何冊でも大丈夫です。あ、本当ですか？まあ、じゃあ、はい。いっぱいあるんだけど、一冊目はもう間違いなく、このアニータさんの本ですよね。喜びから人生を生はい。きるって、リエさんが紹介してくださった本で、あとは、私が大好きな心の師匠の、ルイーズ・ヘイさんでも絶版になっちゃってるんで、中古本しか売ってないんだけど、心が満たされる本っていうのがあって、その本をすごく中古で買えるのかな。その本をすごい大事だなって思う。あと、パワーオブザハート知ってますかね、ゆうさん、これ。シークレットとか書いてる人たち読んだの。ことないと思うんですけど、見あ、た本こ当ですとか。これすごいいいですよ。ハートの力は。ああ、についそうて、なんだ。アルケミストとか書いた人とかも言ってくださったりとかしてるんです。おお。ザ・パワー・オブ・ザ・ハートっていう本もすごいおすすめですね。あとは、オグマンディーノさんのこの世で一番の奇跡っていう本もあって、それもすごいおすすめです。ちょっとありがと古いうご本ざいばっかます。り、恐縮なんですけど、はい。ありがとうございます。そしたら、ケイさんのお話を聞いて、ケイさんのこともっと知りたいなとか、フォローしたいなとか人は、どこに行けばいいですか？Facebook がメインなんで、私の岡田知恵で検索してもらえると出てくると思うんで、Facebook にぜひ アクセスしていただければと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。今日はちえさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。自分を変えたい、人生を変えたいと思ってる人、すでに人生で多くのことを成し遂げて満足してるけれど、もっと大きなことをやってみたいとか、次のレベルの成功を目指したい人、他にも同じようなことを考えている女性のいるコミュニティに入りたい人、Happily Ever After 未来デザインメンタリングコミュニティは、そんな女性のための無料のコミュニティです。コミュニティには自己啓発、ハイパフォーマンス、引き寄せ、NLP など多彩なトピックの週1トレーニング、アクションプランニングセッションなど無料のマスタークラスやワークショップ、おすすめの本の紹介などモチベーションが上がる投稿などコンテンツ盛りだくさん。興味のある方は QR コードまたはショーノートのリンクから参加してくださいね。